はい、本日は、自分が持ってる夏服のノースフェイスの紹介をしたいなというふうに思います。合計で11点あって、半袖と半ズボンのみっていう感じになっているので、まあ、そんなに数は多くないんですけども、一応まあ今回夏服を一つ一つ紹介していきたいなというふうに思います。ではまず一つ目ですね。一つ目がこちらの T シャツなんですけども、こちらポリエステル 100% の T シャツになってまして、かなりまあ伸縮性があって、なおかつ吸収性もあって、さらにこの脇のところにはメッシュ素材になっているので、まあ、風通しもいいっていう感じで、まあ、どっちかというとランニングに向いているような感じの、T シャツになるんですけども、基本的に僕は今から紹介する夏服は全部ランニングとか登山系になっているので、結構スポーツウェアになっているんですけども、まあ、これがもうおおよそ4年ぐらい着ているので、もう結構あのポリ100なのでだいぶあの縮んできたりもしてるんですけど、まあ、なんとか今着れてるっていう感じになってますが、まあ、筋トレしてこれ以上体が大きくなったらもうちょっと着れなくなってくるかもしれないんですが、はい、そんな感じで持ってます。値段がですね、税込みで5990円っていう感じで、今はもしかしたらもう売ってないかもしれないんですが、一応はい、そんな感じの値段でした。で次がですね、2点目がこちらのテック T シャツ。もうこれは今でもあの販売してるアイテムになるんですけども、ポリ100で、まあ、生地感的にも独特な生地感になってて、まあ、速乾性もあって、あの持ち運びもできるっていう結構便利なアイテムで、これはシリーズで確か T シャツ以外にもハーフパンツとかロンティーとか、あとカーディガンとかもあって、僕個人的に一番かっこいいなと思うのはカーディガンなんですけど、まあ、なぜか T シャツを買ったっていう感じで、これはサイズは L サイズで購入してるんですけど、形がややボックス型の横にこう広いタイプになってるので、まあ、丈がちょっと短いかなっていうので、まあ、一応サイズは L サイズにしてるという形になります。でこちらのテックシリーズはですね、めちゃくちゃ人気があるので、結構販売してすぐあのなくなったりとか、まあ、完売になること多いので、もし気になる方がいらっしゃれば、まあ、春先3月4月ぐらいに毎年販売されているので、まあ、もし来年も販売されるのであればその辺で狙うのがベストかなというふうに思います。でこちらの値段がですね、5832円っていう感じの税込みで値段になってます。では3点目がですね、こちらのカスタム T シャツになります。これがですね、ベースはもう真っ白の T シャツなんですけど、後で裏側とかあと袖っ側にプリントを入れたっていう感じの、まあ、マークオンっていうサービスがノースフェイスにあるんですけど、それは何かって言ったらカスタムとかあのプリントできるよっていうサービスになっているので、まあ、それについては詳しく動画以前出してますので、まあ、それを見てもらえればなと、今上に出てると思うのであの見てもらえればなと思います。値段がですね、定価自体が無地の状態で4644円が税込みなんですけど、プリントが1箇所につき、500円かかってくるので、まあ、僕は2箇所してるので、まあ、1080円上乗せしてるという感じで、およそ6000円ぐらいであの購入したっていう感じになります。なのでプリントを増やせば増やす分だけ値段も増していくという感じになってます。はい、あちなみにこれはあのその詳細動画でも言ったんですけど、結構生地感があの透けやすい生地感なので、もしかしたらあの美縮問題も見える方は見えちゃうかもしれないので、その辺はちょっと注意かなというふうに思います。次はですね、4点目がこちらの T シャツになるんですけど、こちらがまあ迷彩柄の T シャツで、結構これも4年5年ぐらい前に買ってるので、もうタグとか切れちゃってて、あの品番も分からず、あの素材も分からないっていう感じなんですけど、多分触った感じで言うとポリと何かが混合してるような感じになってるんですが、ちょっとその辺までははっきりは分かりませんでした。なので、素材も品番もあんま分かりませんし、値段もだいたい6000円ぐらいで買ったんじゃないかなという感じでしか覚えてないので、もう次に行きたいなと思います。サイズは M サイズです。では次はこちらですね、こちらのグリーンのT シャツになるんですけど、これも結構速乾性のあるような T シャツになってて、まあ、ランニングとかをメインで作られてるような T シャツかなというふうに思うんですけど、もうこれもですね3年ぐらい着用してるので、結構やっぱポリなので縮んできてるっていう感じはあるので、ちょっとちっちゃくはなってきてるんですけど、あのまあなんとか着れてるっていう感じになります。ちなみにこちらがですね、値段が5184円という値段になってます。で、5% だけポリプロピレンっていう素材が入ってるんですけど、まあ、それってどんな素材かというと、要はあの速乾性がかなり高い素材なんですけど、これを入れることで蒸れにくくしてたりとか、普通の T シャツに比べると汗び
冷えが全然しなくて速乾性があるのですぐに乾いてくれるっていうのがあのポリプロピレンっていう素材になってます、はい、なのでたまに T シャツとかロンティーとかに、まあ、ハーフパンツとかにも入ってるんですけど、まあ、その素材が入ってれば速乾性がいいねんなっていうふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います。次6点目ですね。6点目がこちらの T シャツになるんですけど、これはもうジム用に購入したっていう感じの T シャツで、結構薄い感じで、あの後ろが透けるような感じの薄さになってるんですけども、まあ、トレーニングウェアっていう感じになってて、まあ、匂いがつきにくいっていう風にあの、まあ、聞いて購入したんですけど、そんなに匂いがつきにくいんかどうかって言われたらあんまりわからんっていう感じで、正直使ってて全然なんか洗剤の匂いも香るし、多分逆に汗臭い匂いも残ると思うので、匂いがしにくいかどうかって言われたらちょっとどうなんかなっていうのがちょっと疑問な感じなんですけど、一応まあジムで使ってるという感じになります。これがポリ100で、値段が4644円という値段になってます。では次いきます。じゃあ次はですね、スーベニアシリーズって言って、要はお土産 T シャツになるんですけど、まあ、各都道府県のノースフェイスとかでお土産で売ってるような T シャツで、まあ、この緯度が地域の緯度になってるので、まあ、場所場所によって緯度が違うっていう感じで、でまあ肩とこの前のところにこの地名が入ってて、これなら鎌倉って入ってるんですけど、まあ、これは鎌倉で購入したやつっていう感じで、まあ、他にもまあ各地域で売ってたりするので、まあ、興味ある人いればあの見てみてもらったらなというふうに思うんですけど、これに関してはポリが70に綿が30っていう割合になってるので、まあ、比較的さらっとした着心地で、あのラフに着れて、でなおかつまあ乾きも早いので、これが唯一私服でも着てるっていう感じの T シャツになってます。なので、まあ、柄はそんなに好きじゃないんですけども、まあ、着心地とかがいいので、まあ、私服で着てるっていう感じになってます。こちらの値段がですね、4536円っていう値段になってます。では次いきます。では次はですね、こちらのシャツになります。でこちらの柄のシャツがですね、2019年に出たアイテムになってるんですけど、セットアップでも販売してるんですけど、僕は今回上だけ購入したっていう感じになってて、まあ、これも同様ボックス型のシルエットになってるので、少し丈が短いので L サイズで購入したっていう感じになってて、まあ、特徴といえば他の動画でもメインでは話してるんですけど、朝っぽいザラッとした素材なんですけども、実際はポリ100で作られてるっていうところで、まあ、速乾性もあるっていう感じにはなってます。まあ、これが唯一僕が持ってるノースフェイスの、シャツ、半袖のシャツっていう感じになります。値段がですね、14,580 円っていう値段になってます。税込みです。では次はですね、パンツになるんですけど、こちらのパンツ、こちらも、次のパンツも以前動画で紹介はしてるので今カートに出しておくんですけども、まあ、これが、まあ、かなり速乾性もあってめちゃくちゃ軽いっていうので、まあ、僕ジムでよく使ってるんですけど、まあ、何がいいってこのウエスト部分に先ほど言ったポリプロピレンっていうのがウエストに使われているので、要は何かっていうと、まあ、それだけ速乾性があるので、こう走ってたりとかしてどうしてもこう背中の汗とかがこう腰にウエストのところでこうピタッて止まって、ここにじわーっと浸透してくると思うんですけど、まあ、それが乾きやすくなってるので、まあ、この辺に水が溜まってる感じっていうのはあんま感じにくいので、あ、そういう部分でよく作られてるなっていうのと、よくこれこんなん使うんかよと思ってたんですけど、この後ろのポケットが意外と使うっていう感じで、よくまあ走ってはる方とかやったら使うと思うんですけど、僕今まで走ったりしたことなかったんで、こんなポケット何使うねんと思ってたんですけど、この腰のところにあのポケット入れて、そこに iPhone とか入れて、あとはイヤホンして走るっていう感じになってるので、これは意外と便利やなっていう感じで使ってます。まあ、ですが以前も動画で言ってるんですけど、まあ、これ素材的にストレッチ素材ではないので、あんまり開脚するような運動とかには全然向いてないやろうなっていう感じでは思ってます。でこちらのパンツがですね、6372円っていう値段になってます。ちなみに赤は今年はもう販売してません。では次はこちらです。でこちらもあの先ほど同様あの別動画で紹介はしてるんですけども、これに関しては逆に開脚する運動にマッチしてるっていう感じで、まあ、やっぱ伸びますし、
結構まあ細身なんですけど、まあ、スタイリッシュなので使い勝手がいいっていう感じになっているので、まあ、これも同様ジムでガンガン履いていってるっていう感じになります。こちらはですね、今季はもう販売してないんですけども、まあ、一応値段が9621円っていう値段になってます。では最後です。最後がこちらのパンツになってるんですけど、これはゴールデンウィークで購入したやつなんですけど、まあ、ジム用に購入したっていうところで、まあ、これはウレタンが入ってるので伸縮性があるようなタイプになってて、まあ、さらにこう摩擦にも強いので、まあ、ジムとかでこうベンチプレスやったりとか、まあ、ランニングだけじゃなくてこう座る動作とか摩擦がある動作でも、まあ、毛玉になりにくいので、まあ、重宝して使ってるっていう感じになってます。まあ、ちなみにこれはインナーは何も入ってないので、まあ、あの以前質問でこれ水着になりますかっていうふうに聞いてもらったりしたことあったんですけど、まあ、これは多分水着にはならないかなというふうには思います。普通にまあこういう感じでインナーは何も入ってない感じになってますので、はい、ということで、以上11点紹介したんですけども、1点だけ、あの迷彩のグレーのやつ、こちらがですね、品番もわからへんしで値段もわからへんということで、まあ、大体6000円という表記はさせてもらったんですけど、まあ、それ以外に関しては今現在消費税が 8% で、で定価にかけて総額で出したら11点で、総額が 75,935円という感じになってます。で、まあ、これの分を差し引いてもおおよそ多分多少前後1000円ぐらいはあったとしても、まあ、おおよそ大体これぐらいの値段っていうのが、まあ、僕が持ってる夏場の半袖半ズボンのノースフェイスのアイテムっていう感じの紹介になってます。で来週の土曜日にですね、あの次はノースフェイス総額いくらかっていうのを、まあ、アウターとかも含めて出したいなと思ってますので、まあ、来週の土曜日に、マウンテンダウンとか、マウンテンライトとかクライムライトとかサンダージャケットとかアルパインライトとかいろいろ全部込みでいくらになるんかっていうのをまた出したいなと思いますので、あの、まあ、楽しみにしておいてもらったらなというふうに思います。ではですね、本日は、ノースフェイスの夏服を紹介してみたという動画になります。以上ありがとうございました。